どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。最近の動画内でちょこちょことジョコの情報修正があるかもということをですね、お伝えさせていただいたんですけども、先日のピックアップガチャでですね、ジョコを引けましたので、でこれで4凸まで持っていけたんですよね。なんでその情報修正内容にがぜん興味が出てきたということでですね、ちょっと調べてきました。で過去にもですね、情報修正っていうのは数多く行われてきてますよね。武将だけにとどまらず戦法なんかもですね、ちょっと内容が変わるみたいなことはあったんですけども、そのちょびっと数字が情報修正されただけみたいなね、誤差レベルのものからもう内容自体がガラッと大きく変わってですね、もうこれ同じ部署って読んでいいのっていうぐらいの差が出てきてる情報修正から、まあいろいろあったわけなんですけども、もしこの情報修正がですね、このジョコのポテンシャルっていうのをですね、大きく引き上げるような内容であるとするならばですね、まあ今まで外れ外れ言うてですね、大パンしまくってきたジョコなわけなんですけども、4と2になるまでですね、秘蔵の餌にせずに置いておいた意味っていうのがですね、出てくるかなということでですね、まあこの辺はですね、興味ある方も多いんじゃないかなと思いますので、ぜひ動画の方を最後まで見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。で修正箇所なんですけども、兵士適性であったりだとか、あと属性の伸びが変わるっていうのではなくて、固有戦法の内容が変わるということみたいなんですよね。で今のジョコの固有戦法の詳細をおさらいしておきたいんですけども、平人ダメージを与えるごとに自身の余平人ダメージが 15% 増える、最大5回重ねがけ可能ということになってますね。なんで戦闘の早い段階でですね、平人ダメージを5回与えてしまってですね、でですね、75% ダメージ追加した状態でですね、戦闘を進めるっていうのがですね、ジョコの使い方ということなんですね。この固有戦法の内容を見るとですね、完全にメインアタッカー向きかなというところなんですけども、実際ね、このジョコを使うとそこまで火力が出ないんですよね。でその理由といたしまして、この固有戦法自体でダメージを与えることができないっていうこととですね、じゃあ継承戦法に火力が出る戦法を積めばいいんじゃないかっていうところなんですけども、それがですね、5回重ねがけ可能というところをですね、達成するためのトリガーとして優秀かどうかっていうところが微妙というところがあってですね、火力が出ないっていうことになってるんじゃないかと思うんですよね。で実際ですね、どのように修正されるのかということなんですけども、今のジョコの固有戦法の内容っていうのはとりあえず一旦踏襲はされるみたいです。で一応追加要素があって、5回重ね掛け終了後なんで、平時ダメージを5回与えた後ですね、2ターンの間自軍全体の非ダメージを 16% 減らす、かっこ武力の影響を受けるという内容みたいなんですね。なんでジョコの火力っていうのはですね、その修正後も特に上がるわけではないということなんですね。耐久力が上がるというような内容の修正ということになってますので、まあそのジョコをメインアタッカーとして置く必要っていうのもですね、特になくなってくるかなというところなんですよね。今までだったらそのサブで使うんであればジョコ以外でよかったやんっていうところになるんですけども、この追加要素によってですね、サブとしてですね、ジョコを置いてもですね、十分使えるということになりそうですね。で修正後のジョコの使い方なんですけども、これはやはり耐久型で使うべきかなと思いますね。耐久力を上げるような要素が追加されてますからね、まあ、例えば速攻型で使うっていうことになると、その追加要素のですね、非ダメージを 16% 減らすっていうのがですね、特にありがたくないということになってしまいますよね。なんで万能型か耐久型で使うっていうのがですね、ベターになってくるんじゃないかなと思うんですけども、盾の適性が S っていうのもありますから、耐久型で使う機会っていうのがどうしても増えてくるんじゃないかなと思いますけどもね。じゃあ実際どういった編成を組むかっていうところなんですけども、一応2つほどを考えさせていただきました。で1つはこちらですね、はい、ジョコを首相として満潮と曹操をですね、副将とした盾の編成ということになってますね。でですね、ジョコをメインアタッカーにしても火力はあまり出ないということをお伝えさせていただいたんですけども、この編成だとジョコがメインアタッカーっていうことになってますよね。なんで火力は出ないんじゃないかと思うんですけども、まあ、実際耐久型なんでね、そこまで火力は出ないと思います。でですね、この編成はですね、対盾の芝居のところをジョコに変えたというところなんですけども、芝居に関してもですね、火力がめちゃめちゃ出るっていうわけではないので、この分は同じかなって思ったというところなんですね。でですね、曹操の固有戦法と、あと奉仕陣ですね、これによってですね、ジョコの火力を上げてですね、まあちょっとでもダメージを稼ごうといったところですね。でですね、一応この機構の勢いと輸送品を覚えさせてるんですけど、
これはですね、その5回重ね掛け可能っていう部分をですね、早く達成させるために覚えさせてるということなんですよね。輸送飛炎とかは発動するとですね、最大4回ダメージを与えれるっていうことになりますので、通常攻撃と合わせるとですね、1ターン目でですね、その5回重ね掛け可能っていうのを達成できる可能性があるということなんですよね。準備ターンあったんかな、確かなかったような記憶があるので、それで間違いはないかなと思うんですけども、もし違ってたら申し訳ないです。で、キコの勢いに関してはですね、その副将といいますか、その徐行以外の武将がダメージを受けた時ですね、にですね、その徐行がダメージを相手に与えるという内容になってるわけなんですけども、満潮がいますので、曹操が援護状態に入りますよね。なんで、誰に通常攻撃を打とうとも、曹操にですね、ダメージが入るような仕様になってるということなんですよ。なんで、そうなった時にですね、キコの勢いが発動してくれるので、その火力が出るようになるということですね。まあ、ただ、そのデメリットといたしましては、その、例えば曹操がダメージを受けたら、曹操が回復無効になってしまうっていうところがあるんですけどもね。まあ、その分ですね、その首相の徐行に関しては生き残ってくれるっていうことになってますので、で一応ですね、その硬さを意識したような戦法たちっていうのを覚えさせてるっていうことになってるんで、回復無効になったとしてもですね、そこそこは耐えてくれるんじゃないかと予想してるわけなんですよね。でこれはちょっと僕試してみてないんでわからないんですけど、鶴骨両毒での弱体解除って多分このキコの勢いでの回復無効は解除できなかったんじゃないかなと思うんですよね。キコの勢いが指揮戦法になってますんでね。なんでそこら辺がちょっと難しいところではありますが、まあこういった使い方だったら、まあそこそこ強いんじゃないかというところですね。で実際芝居盾、耐え盾と比べるとですね、絶対耐え盾の方がいいと思います。理由といたしましてはですね、そういったその回復無効みたいなのもないですし、あと残壁砲を使ってその首相の硬さっていうのを意図的に高めるっていうこともできるわけでね。なんですけども、まあその芝居ってシーズン限定になってますし、その最大限パフォーマンスを発揮しようと思ったら新参希望も必要ということになってくるので、芝居が2枚いるっていうことになるんですよね。なんで、まあちょっと微課金無課金の方だったらなかなかハードルが高いということなんで、まあ徐行を使えばですね、そのキコの勢いとか郵送飛炎みたいな A 品質の継承戦法でですね、まあその劣化版にはなるかもしれないんですけども、そこそこ戦えるような編成ということでですね、まあこれはちょっと推奨させていただけたらなという編成になってますね。でもう一つがですね、先ほどの耐盾もどきのですね、満潮のところを転移に変えるっていう感じですね。で転移っていうのはですね、首相を守るっていうことになってますので、満潮のようにですね、その曹操に援護っていうのは付与しないんですけども、その分ですね、徐行もしくは転移が、通常攻撃の対象になった時にですね、キコの勢いを発動させられるということですね。なんでキコの勢いの発動機会っていうのはちょっと減ってしまうところはあるんですけども、その分転移の固有戦法でですね、相手のその非平人、あ、違う、予非平人ダメージかなを下げたりだとか、あとダメージ自体も与えられるっていうことになってますので、先ほどの満潮編成に比べて若干その、火力っていうのは上がるかなと思うんですよね。その分ちょっと耐久力は下がるみたいな感じになってると思うんですけども、これの場合だとその満潮という貴重な武将もですね、使わずに組めるっていうことになってますので、っていうかこのシーズン1で、ね、入手できる武将たちだけで組めるっていうことになってるのはかなり魅力かなと思うんですよね。まあ曹操を使わなければいけないっていう時点でその編成難度は高くなってはくるんですけども、まあこの編成だったらワンチャンその無課金の方とかでもですね、シーズン進んどりゃ組めるんじゃないかなっていうような内容になってますので、まあそこそこ使えるかなとは思ったんでね、ちょっと考えさせていただいたというところですね。で、その曹操のところはですね、各将でもいけるんじゃないかなとは思ってますね。まあその分ちょっと火力は下がっちゃうんですけどね。なんですけども、まあ、回復ができたりだとか、あとその燃焼付与とかもできるっていうことになってますので、まあどちらでも同じぐらいの強さかなというふうには感じてます。ランクアップがしっかり進んでる方を使えばいいんじゃないかなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。一応2つですね、その編成の例というのもですね、考えてみて、で、そのどのように情報修正されたのかっていうのをですね、伝えさせていただいたわけなんですけども、じゃあ使えるのかどうかっていうところなんですよ。この情報修正された結果、徐行がそのテンプレ編成の中でも特に強いような、編成に入るようになるのかっていうところなんですけど、
残念ながらそこまでにはならないかなって思うんですよね。まあこれはあくまで予想ですよ、予想なんですけども、まあ、絶対必要っていうことにはならなさそうな気はしてます。実際まあ使ってみないとね、わからないところはあるんで、まあ断言はしないんですけどね、今までこうやって予想して外したことっていうのはもう数限りなくありますので、まああまり当てにはしないでほしいんですけども、まあ使えるようになることは間違いないと、その編成の幅が広がるのも間違いないと、ただその絶対に必要な武将でもないっていう位置づけになりそうな気がしてますね。なんで今の巨長ぐらいのその需要にはなるんじゃないかなと思うんですよね。ただなんか巨長に関してもちょっと変わるみたいなことは聞いてますけどもね、ちょっとそこはまだあまり調べてないので、まあちょっと今回はあまりお伝えはしないでおこうかなと思うんですけども、まあ、なんでそのランクアップね、徐行しっかり進んでて他になんかこう組めそうな編成がないという方ですね、なんかこう徐行を使えば組めるけどみたいなね感じの場合ですね、まあその手持ちの武将や戦法によるっていう感じなんですけども、まあその考慮に入れてみてもいいかなっていう武将にはなったかなと思いますね。で実際僕4凸までいけるんですけども、現状そうですね、お試しで使ってみる可能性はあるかなっていうぐらいではあるんですけどね、もう使うまでもなくこんなんいらんやんっていうレベルではないんですけども、なんかこう蘇生して組みたいなっていうふうに思うような内容ではなかったということにはなってますけどね。ただまあ舞台自体は相当硬くなりそうな気がするんでね、面白そうな戦法内容だなとは思いました。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。